セリア先生のワクワクマジカル教室始まるよ。先生、突然ですが俺王族だったみたいです。あまりにも衝撃の事実すぎて先生も驚きを隠せないわ。だってリオ、ベルトラム王国じゃスラム出身の孤児だったのよ。そうですよね。俺自身あまり実感湧きませんし、天川ハルトにしたってただの日本の大学生でしたし。そっか、天川ハルトとしての記憶もリオは持ってるのよね。二つの記憶って実際どんな感じ？そうですね、言葉にするのは難しいですが、リオの倫理観とハルトの倫理観の差に悩むことは結構あります。この世界は日本に比べても危険が多いですから。なるほど。あ、それともう一つ大事なことが起こったわね。大事なこと？ああ、ゴーキさんとの手合わせのことですか？リオ、またしても女の子から好意を寄せられる。もうやめませんか、この手の話題！ダメに決まってるでしょ！女子から恋バナを取り上げたら何になるっていうの？ただでさえリオがいなくなって寂しい思いをしてるっていうのに。それもこれもリオが私に会いに来てくれないのが悪いんだからね。なんというか、そのすみません。戻ってきたら必ず先生に会いに行きますので。